どうも皆さん、こんにちは、ありがとうございます。本日は、2024年春に絶対に買うべき、トップスポ7000最強のアイテムたちを皆さんにご紹介したいと思います。冬は寒いからこそ、ダウンとかコートとかブルゾンを着るのが当たり前な時代だったかと思います。なんですが、春は気温も暖かくなり、アウターを脱いで出かけるシーンだったりとか、あとは室内に入った時にアウターを脱がざる得ないシーン多いかと思います。で、そうした時にですね、春には春の、で、2024年には2024年のかっこいいトップスが存在するわけですよ。それを知らないとかなり購入と組むのも難しくなってくるので、2024年の春にはどんなトップスが間違いないのか、それをですね、普段こんなコーディネートやさらにはこんなコーディネートをして約8年間ファッションは感覚ではなくロジカルでおしゃれなコーディネートを組めるんだ、そんな発信してる僕ゲンジがですね、今年2024年絶対に買うと間違いないトップスを7点ご紹介していきたいと思います。では早速いってみよう。はい、ということで本日はですね、2024年のトップスでございます。もちろんね、トップス持ってないなんて人はね、いないと思います。なんですが、時代の移り変わりも早くなり、今年さらに褒められるトップス存在するわけですね。それをいち早くこのチャンネルでお届けしちゃおうという企画、そしてシリーズでございます。よろしくお願いいたします。ということで、2024年春に絶対に買うべきトップス一つ目が、1枚でも決まるし、インナーでも使えるロンティーとクルーネックのスウェットでございます。この二つ必ず押さえてください。というのもですね、インナーでも使えるし、1枚でも使えるっていうことを考えると、やはりですね、以前のこちらの動画でもご説明したんですが、シルエットと素材とカラーがめちゃくちゃイケ出て、着回しのしやすいデザインで、かつアウターシャツありなしでどちらでも活躍してくれるインナーを持つだけで、お財布にも優しいし、ファッションはですね、カジュアルと綺麗めの中和が重要なんですよ。で、カジュアルと綺麗めが重要な中で、綺麗めな様相になってくるのが、そう、無地のインナーなんですね。からこそ俺ら男子ってさ、アディダス、ナイキ、カンゴール、アベンジャーズ、そんなロゴを胸に刻んで生きてったら、それは面白い生活どっこいしょじゃないですか。なんですが、コーディネートはですね、やはりアイテム単体ではなく、パンツ、靴、アクセサリー、ヘアセット、トップス、インナー、アウター、様々な要素が絡み合って、一つのコーディネートになり、一つのコーディネートの結果、人の印象につながり、あの人って素敵だな、あの人ってかっこいいな、あの人のこともっと知りたいなっていう風になるわけですよ。そこで何か、性の激しいものを着用していると、自分の世界観とは違う人なんだな、中身知りたくないなとか、家までもなんかこうガッチャンガッチャンしてそうだな、っていう風に思ってしまって、懸念されがちですので、ぜひですね、綺麗めなインナーでも、そして1枚でも使えるトップスを選んでみてください。そして、クルーネックのスウェットに関してなんですが、やはり、春といえば、ちょっとね、カジュアルな装いが着たくなる中で、パーカーを選んでいく方多いかと思うんですが、以前の動画でも申し上げた通り、今はパーカーよりもどちらかというと、フードがないクルーネックのね、スウェットの方が、国内の人気ブランドでも、そして国内のファッショニスタさんたちも多く、コーディネート取り入れているところがあるので、もちろんパーカーすべてがダメかってそうではないし、僕自身もね、パーカーを買っているところもあるし、自分自身でパーカーを作っている背景もあるんですが、もしですね、今年、スウェット素材で、新たなアイテム欲しいんだという場合は、ぜひですね、今年はクルーネックのスウェット、まだまだね、勢いが超あるので、純粋トレンドなんですよね、クルーネックのスウェットが。なんで、クルーネックのスウェットを流行っているから着るなんて安直なんじゃないかと思う方もいらっしゃるかと思うんですが、流行っているからこそ、簡単にたくさんの方からおしゃれに思われやすいわけです。から、一人でも多くの方におしゃれに思われたいんだという方は、ぜひですね、クルーネックのスウェットを選んでみてください。2024年春に絶対に買うべきトップス二つ目がデザインニットでございます。はーい、デザインニットといっても非常に幅広くありまして、今までだったらユニクロとかでも売られてるクルーネックの無地のシンプルなニットを1枚着ればもうそれだけで清潔感があっておしゃれだよねみたいな時代線だったかもしれませんが、カジュアルトレンドがね継続している中で、もちろんクルーネックのシンプルなちょっとオーバーサイズな素材のいいニットでも、こうニットはバチボコにかっこよく見るし、こんな感じやさあね、こんな感じでね、僕
自身トイコンニット大好きなんですが、今年そこでさらに一つ癖を設けたニットがすごく人気でして、純粋トレンドなんですね。流行ってるんです。流行りイコールより簡単におしゃれに見せられるんですよ。そこの事実は受け入れた方がいいんです。で、そうした中でジップニットですね。ハーフジップのニット、ドライバーズニット、めちゃくちゃ人気です。ハーフジップのニットを使ったコンニットがこちら、そしてドライバーズニットを使ったコンニットがこちら。やはりですね、世間が今注目しているアイテムを身につけてコーニット組んだもん勝ちです。ぜひですねコーニット組んでみてください。そしてさらにはグラデーションニット、下にもね 24SS の一発目のデリバリーでね、こちらのグラデーションニットリリースしていましたが、そんな感じでニットはニットだけど柄でですね、なんかこう抽象的な柄が反映されているニットとかが非常に今人気ですので、ぜひですねそちら押さえてみてください。で、究極 GU とかでボーダーのねグラデーションニットがリリースされているので、せっかくグラデーションニットを選ぶのであれば、そういうボーダーのやつとかね、一番最初の頃に流行らせたと言っても過言ではない、なんかヨークのグラデーションニットで、僕もね当時何年前だ、あれ4年前とかすごい懐かしい記憶なんですけど、それをね買った時はグラデーションニットだったんですね。で、それからどんどんトレンドが始まり、最終的に今 GU までグラデーションニットのトレンドが落ちている段階なので、もしニットはニットでもなんか柄が反映されているやつがいいのか、ボーダーのやつを選ぶと GU 寄りというかちょっと安っぽい柄に見えてしまうので、ボーダー以外のやつを選ぶと高見えするグラデーションニットが楽しめるんじゃないかなというふうに思います。もちろんね GU のグラデーションニットも春のリリースアイテムを把握しきれてないので、 GU のねやつがなので、実際にリリースされるか分かんないけど、なんとなくだけど GU も多分春にグラデーションニットをリリースすると思うので、その時にもしボーダー柄だった場合は避けてみてもいいんじゃないかななんていうふうに思います。それで続いてがニットポロですね。こちらはね今年 WIM からリリースされるアイテムなんですが、ボタンありのポロシャツってあるじゃないですか。そのポロシャツがニットになって、それが長袖になったタイプのものだったりとか、スキッパータイプのちょっと首が開けたバージョンのものとか、そういう長袖のニットなんだけど首元に何かデザインがあるものとか、今年だけじゃないんですけれども、シンプルにトレンドでして、それこそねハーフジップのものも人気ですし、こういうねちょっと首元がはだけたタイプのものが非常に人気ですので、よかったら参考してみてください。去年とかリドムのこちらのアイテムとかもね非常に人気でして、そういった流れから感度高い方々が買っていた流れが徐々に買いやすい値段になって広がっていくのが今年なので、よかったですね押さえてみてください。このねトップスめちゃくちゃいいよね。リリースはね2月なので気を長くぜひです待っていただきたいんですが、めちゃくちゃいいです。こちらのアイテムを使ったコンテンツがこちら、さあねこちらでございます。ブランドをね申し上げなかったんですが、 WIM のアイテムです。言ったっけ WIM って、言ったな、言いましたね。ありがとうございます。続いてがウールのロンティーでございます。はい、というのは今下に着ているんですが、やはり春といったらねかっこいいアウターコートだったりブルゾン購入されている方多いかと思います。で、そんな時に下に見えるロンティーの素材感がよく見かけるような、もう湯で始まって苦で終わりそうでロで終わるブランドさんのロンティーとかスウェットやニットもいいんですが、ただですね下に見えるインナーのウールの綺麗な素材感に仕上げた時の圧倒的な格好さっていうのは、やはりこだわった人にしか感じられない、細かいところまで気が使えている質の高い購入とか出来上がるので、結構ロンティーといったらコットン素材とか安価なものでポリエステル素材のものとかいろいろ選ぶ方いらっしゃると思うんですけども、そこをあえて大人なウール素材のロンティーをですねぜひ購入されてみてください。ちなみにリドムからとんでもなくいいウールのロンティーがリリースされますので、ぜひ楽しみに待っててください。春に絶対に買うべきトップス4点目が天然素材のシャツでございます。はい、やはりねシャツはもう清涼感も清潔感もあって、いわばモテアイテムと言っても過言ではない、そんなアイテムでございます。僕のねシャツを使った春のコーディネートがこちら。さらにはこちら、女性から男性の理想的なファッションを聞いた時に、みんなやはり清潔感があった上で何かアイテムをお答えしてくれるんですね。で、そういう時にシャツをどのように春に使っていくか、めちゃくちゃ重要です。で、何より今まではかなり綺麗なツルンツルンというかもうトゥルントゥルンのねシャツが人気だったと思うんですけども、カジュアルトレンドの中でちょっとあえてナチュラルなシワ感を楽しむとか、あえて洗いのかかったシャツを選ぶとか、シャツ選びも無地のシャツだったら何でもいいんでしょうとか、着回しやすいカラーだったら何でもいいんでしょうということではなく、
素材感もめちゃくちゃね進化してますので、よかったら参考にしてみてください。そこでじゃあ何の素材がいいのという方に、まずはコットン素材のシャツを選んでみてください。でコットンはコットンでもいいコットン素材のものと、ちょっとね安価に作れるシャツの素材もあるんですね。でここの底からおすすめしたいのはもうリドームのコットンシャツなので、そこで言うとセレクトショップさんのオリジナルのコットンシャツとかではなく、値が張るんですけども、国内のデザイナーズブランドとかがリリースしているコットンのシャツとかを購入すると、その差はもうとんでもなくねいいものっていうことでね、皆さん実感していただけるんじゃないかなというふうに思いますし、あとはウール素材のねシャツもめちゃくちゃ人気なので、よかったら参考にしてみてください。春に絶対に買うべきトップス5点目がチェックシャツでございます。はい。今までやったチェックシャツってどこか秋冬の人気なシャツっていう印象を持たれている方多いかと思うんですが、カジュアルトレンドの中で少しややアメカジを放させるようなオンブレチェックシャツがですね、めちゃくちゃ人気でして、さりげないチェック柄も人気なんですけども、結構割と目立たせた上で、そのグラデーションを綺麗な柄に落とし込んだチェックシャツっていうのがめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、このシャツをどのように使うのか。1枚で着るのもいいし、袖まくって着てもいいし、インナーと着てきてもいいし、タックインして着てもいいしっていう様々いろんなバリエーションで着用することができるのがそうチェックシャツなので、チェックシャツを使った場合、すごい派手なパンツを持ってくるかとか、柄のグラデーションニットとか上から着用するかっていうのはちょっと購入とかねややね制限かかってくるアイテムなんですが、シャツを主役に購入とか組めるので、よかったら参考にしてみてください。僕のチェックシャツを使った購入とかこちら、さらにはこちらでございます。2020年春に絶対に買うべきトップス6点目がチアートップスでございます。2024年 SS の海外のコレクションでも非常にですねメンズのルックでも数多くあったし、2023年の AW からも数多く海外のコレクションで、今まで女性のアイテムという認識があったつけるアイテムがメンズでかなり発表されていました。結構ね大胆な、これどうやって着るのみたいなものもねコレクションで発表されていたんですが、そうした中で国内の市場において言うとチアシャツとか、あとは透け感が感じられるニットっていう綺麗めなアイテムで透け感が感じられるアイテムが数多くリリースされていくし、シンプルに流行っていき、トレンドアイテムのど真ん中のアイテムと言っても過言ではないので、ぜひですねいろんなシアアイテムに挑戦してみてください。僕のシアアイテムを使ったポイントがこちら、さらにはこちらでございます。最後7点目の春絶対に買うべきトップスが高級素材かっこシルクのトップスでございます。はーい。国内のドメスティックブランドでシルク素材のトップスが去年もそうなんですけど、今年さらに増えました。去年からもトレンドだったんですけども、今年春にはさらにまたトレンドになっていくことが予測されるので、ぜひですね感度高い方はぜひシルク素材のトップス押さえてみてください。去年の僕の購入度になりますが、シルク素材を使ったトップスを使った購入度がこちら、さらにはこちらでございます。よかったら参考にしてみてください。ということで今回はですね、春に絶対に買うべきトップスを2024年バージョンで皆さんにご紹介させていただきました。今回の動画が少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。